8月23日日曜日、京王線千歳烏山駅前の世田谷区烏山区民センター前広場。何やら皆さんお忙しそうにしているのは、実は今日ここで第4回親子木工祭りが開かれるからなんです。この親子木工祭り、この地域の8つの小学校の子どもたちを対象にして、今日1日お父さんやお母さんと一緒に木工作業をし、親子のコミュニケーションを図ろうという催しですが、この日はあいにく朝から小雨が降り出して空模様が心配です。この催しには各小学校の PTA をはじめ、青少年対策地区委員会や土建組合、木材組合、ボーイスカウトなどたくさんの地域団体が実行委員会を作り参加しています。そして協力も多数あり、このござは地域の畳屋さんから借りてきたものですし、竹細工の材料になる竹は竹林を持っている烏山の伊藤さんと北烏山の源証寺からの寄付によるもの。そして今回は世田谷区の健康村、群馬県川場村の森林組合の協力もありました。そういったわけで今日の参加費も100円から600円までといった材料費の負担だけです。雨はまだ降っていますが、おや、もう気の早い子どもたちは待ちきれなくてやってきていますよ。早速集まってきた親子にインタビューをしてみましょう。今日何作るの？水鉄砲、竹馬、折りたたみ椅子。まあ、できるかできないか分かんないですけどね。夏休みの宿題ということでね、まあ自分のあれをねちょっと試してみよう。僕は竹馬を作ります。君は本立て。本立て、うん。こういうのお父さん手伝ってくれるんだよね。うん。いかがですか？うん、まあ子供と一緒にやるから楽しいと思いますね。心配していた雨も上がり、受付開始の頃にはこんなにたくさんの親子連れが集まりました。今日の作品種目は折りたたみ椅子や本立て、モザイクタイル、そして竹馬などの竹細工。作品ごとに受付をすると材料と設計図が渡されます。この貸し出しをしている道具は地域の児童館から借りてきたもの。さて、作業がいよいよ始まります。まずは親子揃って設計図の検討から。この親子木工祭り、今回で4回目になるわけですが、初めは宮殿小学校の PTA が始めたものでした。最近お父さんとの触れ合いが少なくなってきていると言われますが、 PTA の活動に父親がもっと参加できないかということで考えられたものだそうです。それがなかなか好評で、その輪が広がり、現在の烏山地区の8つの小学校の633組もの親子、総勢1300名ほどが参加するまでとなりました。ではこの木工祭りの発案者、元宮殿小学校 PTA 会長の矢部さんにお話を伺ってみましょう。 PTA っていうのはあんまりお父さん方あんまり参加してないわけですよね。なんか参加するものはないかということを考えて、私がこういう商売ですから、じゃあ一つその木に触ってもらおうと。そうすると親と子ですと多分お父さん来るんではないかと、こういうのがあったわけですね。で、できればそういう今まで、まあ、PTA もいろんな行事やってるけど、やっぱり新しいメニューを一つ考えて、でこの 木に触ってもらうのと、あとさっきも言いましたけど、この烏山自体タケノコの産地だっていうもんですから、竹細工をね合わせてやったらどうかと、まあ、こういうことで始めたんですね。こうやって実際に今自分たちでお父さんやお母さんと一つのものを作り上げると、まあ、この顔を見た時ですね、特にまあ子どもの目ですね、嬉しそうな顔、目、この時は私ら初めてやっぱりまたね、それなりに感動しますけどね。それでは今度はもう夢中になって作っている皆さんにインタビューしてみましょう。何作ってんの？モザイクタイル。それで何を？千円。うまくできそう？まあまあ。
どう、お父さん頑張ってますか？うん、頑張ってる。何作ってんの？虫かご。うまくできそうだよ。どうですかね、虫が逃げるんじゃないんでしょうか。何を入れる予定なのか。何入れるの？クワガタ。これがお月様で、これがウサギ、それでこれがチューリップです。たまにこういうところに来てね、で子どもたちに教えながら、子どもたちも自然的に、プラスチックの地雷になってきてるから、切ったり貼ったりうまくなくなってますんでね、でまあこうやったらいいんじゃないのぐらいの話で、教えてあげると、それはいいと思う。まあ、我々が子どもの時にはもう一人でナイフを持って何でも作ったもんなんですが、今の子どもたちがそれないような気がするわけですね。でそこがいいか悪いか別にしても、何かこう子ども時代のことを考えてみますとですね、何か寂しいような気がするわけですね。そういったやはり子どもたちの日常生活の中におけるものを作るという発想力ですか、そういったことと、やはり今先ほど申し上げました親と子の触れ合いでしょうかね、まあ、ちょっとオーバーな表現かもわかりませんが、そこら辺の意味を含めたものが、まあ、趣旨目的になっております。初めのうちは子どもたちの手つきをじっと見ていたお父さんですが、やがてついに我慢ができず、トンカチノコギリを子供たちから奪う場面も見られます。その気持ちわかりますよ。なんだかお父さんの方が夢中になっちゃって、昔取った絹塚、まあ子供は見ていなさいといった調子です。こうなるとどっちが主役かわかりません。でもこんな時のお父さんって頼もしく見えるんですよね。中には大雑把な性格の人もいまして、足の位置の揃わない竹馬、こんな風な解決方法もあるんですよ。ついでに上の方も揃えちゃいましょう。お父さんばかりじゃありません、お母さんだって頑張っています。おや、こんなところにお昼寝している子がいるぞ。お父さんも疲れたけど、僕も疲れちゃった。いかがですか？いやー、なかなか難しいですね。こういうものはめったやらないから。お子さんがいろいろやってますか？いやー、釘打ちやるんですけどね、なかなかうまくいかないですよ。大人の方が面白いでしょうかね。子供よりもね。子供たちがね、自分が小型なのかね、残ってもったら、だからね、どうもこの肥後の紙は怖くてなんか使わせられないんですよね、子供にね。使い方知らないから、我々のちっちゃい時と全然使い方が違うんですよね、これね。だからね、どうしても刃物類は親がやってやるようになっちゃいますよね。チャンプリしててなかなかやってくれないんで、一生懸命汗流し今切ったんですけども。そんな感じですね。子供はね、もう使いっぱしり。お父さんなんかもう乗っちゃって。そうそう、昔思い出して。なかなかね、こういう機会がないから、やっぱり、うん、去年から出てるんですけども、やっぱり結構ね、実用的な去年は本箱を作ったんですけども、今年は、ちょっと竹をね、使ったの竹馬をね、挑戦するということでやってみたんですけど、やっぱり滑るからなかなか難しいですね。お子さんの働きぶりはどうですか？お子さんは全然ダメですね。もう鳥がなってませんよ、全然。じゃあ今日みたいなもう腕の見せ所というか、お父さんの。そうそう、この成果見てください、どうですか？細すぎたかな。足ここにやるんで挟むんだよ、こうやって。そうですよ、こうやって竹馬っていうのは。こういったね、ここのやつにね、こういったこうイベントはいかがですか？いいんじゃないですか、毎年やらせてもらってます。楽しいですね。子供よくか親の方が楽しんでるんじゃないですか。お父さん最高に乗っちゃってますね。何はともあれ、楽しい雰囲気の中で作品が次々と出来上がってきているようです。はい、何を作ったのかな、君は。はがき入れと、水鉄砲です。僕は何だったっけ、はがき入れと、
あとこれなんていうの、これはね、車でキャノン砲を乗っけてるやつ。何が乗っけてるの？キャノン砲。僕は竹トンボと、なんだっけこれ、あ、水鉄砲と、これが、車にキャノン砲がついてる。はばき入れと飛行機と竹トンボ。飛行機をね、ちゃんと見せて。親と子が一緒になって何かを作る。ここにはやはり最近失われがちな本当の親と子のコミュニケーションがあるようです。さて、いよいよ出来上がりましたよ。出来上がった作品は厳正な審査を受けるわけですが、結局どの作品にも大工棟梁賞のハンコがもらえるわけです。子どもたちは大喜びですね。お父さんもお母さんも子どもたちも、今日はみんなそれぞれに思いっきり楽しんだ一日でした。この親子木工祭りは家庭と学校、そして地域のコミュニケーションの輪をつなぐ大きな力ともなっているようです。